中国の外務省は北朝鮮の大使に対し緊張を高める行動を再び取らないよう直接抗議しました10日中国外務省の超行水筆頭次官は北朝鮮のチ・ジェリョン大使を呼び出し北朝鮮が何度も核実験を実施し緊張を高めたことは 朝鮮半島の平和と安定にとって良くないことだと直接抗議しましたその上ですぐに非核化の方向に戻るよう求めると強調したということです一方で対話を通じた解決が中国側の一貫した立場だとも伝えていて北朝鮮側をあまり追い詰めない姿勢も見せています